はい、どうも、ポテモス協会でございます。というわけで、寝てるね、赤ちゃんね。どうしよう。前回、子作りしたんで、子供できちゃったんですけども、どうした？寝てるもんね。関係ないか。ちょっと時間進めていってみるか。なんかあるかもしれん。勝手に起こるかもしれんね。これなんやろ？これ。ちょっと待って。なんかマーク出てんねんけど。まだ操作とかね、このゲームのね、楽しみ方がね、分かっていないんだけど。ああ、なんか消えたな。あ、これさ、ちょっとこれ移動してみるか、子供に。キャベツ太郎。キャベツ太郎。キャベツ太郎にして。キャベツ太郎に移せへんのかな？キャベツ、そう、キャベツ太郎にしたいんだよな。キャベツ太郎ならねえな。ならねえわ。じゃあ、カトリーナ・カリエンテと、花子・二郎しかできない。キャベツ太郎なんかまだアクションできるってわけではないんだね、この状態では。うん。まぁ、ちょっとこれで様子見てみますわ。時間進めていきましょう。おぉ、泣いた。小次郎いいパパではないかよ。カトリーナ全然やらねえぜ。なんかしようぜ。子供にしようぜ、なんか、とりあえず。ミルクでもやるか？起きてないかできない。なんかキャベツ太郎は、あ、一応これ出てんじゃない？一応これね。うん。これさ、こうせっかく来なかったら寝かせられねえよ、これに。座るとか、そういうやつなんや。できねえな。もう一人作るか、じゃあ。ママと。ママともう一人作るかね。よし。カトリーナ夫人。恋愛しようぜ。子作りしようぜ。もう生まれたとこだけど。大家族がいいだろ？どうだい？もう一回やるかい？やるぜ、ベイビー！どうなんだよ。やらねえのかよ。え、電話？どうしたの？ダメやった？子作りしようぜ。まだ？え、寝たわ。電話しちゃう。子作り拒否られたんかな、じゃあ。マジかよ。電話、誰に電話すんの？何電話してんだよ。ほじろ。ほじろ、じゃあもう、この際、ほじろくん？電話で、いたずら電話しよう。伊沢に電話しよう。いたずら電話をする。伊沢いるかな？ターナー沿い、こいつや。伊沢め。よしけ。やっちまいな。こいつに一回もいたずら成功せへんかったかな。もう今日7日目やから、今日最終回ですよ。やった！やったで！私でいい？私は、ほじろ、とりあえず良かったってことか。いたずらできた？よし。ちょ、どんどんいたずらしよう、じゃあ。うん。ジョギング？ジョギング行ってみようか。よし、ジョギング行け。なんか知らんけど、走ろう。そういうタイプやったっけ、こいつ。ジョギングとかするタイプやったっけ。じゃあ、ついていくか。ほじろに。ズームイン。自動的に行ってくれへんのかな、これ。走ってないや。走った。なんだ、ジョギングと、ほじろにずーっとカメラ行ってくれとかないんかな。走ってる。もう帰んの？ちょっと待って。もう帰ってくんのかな、こいつ。それは自動販売機にジュース買いに行くぐらいの距離やぞ。帰ってきた。お前、早っ。走ってないやろ。ジョギングではないと思うよ、それは。ほじろやってねえな。新しい役ちゃん。シムの人生、子供の誕生嬉しい瞬間では、ほど嬉しい瞬間はありませんけど、瞬間としては最強ってことやな。寝てる。ママ寝てるやん。起こせないな。ちょっと待ってよ、ほじろ。ほじろくんなんかしようか。浮気する？アクション。無理か。浮気か。さすがに浮気はちょっと心痛いな。キャベツ太郎。何もしねえか。
あ、起きた。あ、お前すげえな。起きた瞬間爆笑って。やばいな。壊れてるな、この人。ちょっとこいつに変えよう。こいつに変えて子作りすっか。腹立たしい。なぜ？なぜ怒ってんの、お前。お前全然子育てしねえよな。やれ。いいよ、いけ。お母さんらしいことやれ。どうした？おむつ変えてやろうぜ。腹減った。どっちだ？おばらね。やれ。で、あとは？あと、食事を与える。はい。哺乳瓶。やれ。おっぱい出せ。どうだ？はい。どうだ？ワックスウェン。リブだ。オッケーかい？なんかいろいろ出てんだけど、どうしたの？ここ見せて。ここ見せてください。あ、寝た。こいつめっちゃ寝るやん。トイレも近いぞ。怒り。ちょ。トイレじゃない。これ何？失恋。あ、よし。ちょっと。おい、おじろ、愛が足りひんらしいぞ。どこ行った？あいつほんとなんだよ。こいつ。おい、ほじろ。カトリーナにやれって。ほじろの仕事の時間が始まる。1時間が始まりますって。ちょっと。じゃあ、ラブ、ダメになった方で食べ物？そんな腐ってるもあった？あったんや。帰ってきた、じゃあ仕事から帰ってきたら大足らなかったな、こいつな。よし。とりあえず、ホジロは仕事でしょ、そろそろ。行ってこい。よし、ホジロが仕事に出かけました。行ってこい。よし。よし。じゃ、セクシー。あれどうした？え、お前、子供いてどこ行くの？マジかよ、デイケアに怒られる。マジか、ホジロも花クソ太郎も、カトリーナも全部いなくなった。なんだよ、これ。じゃあ早くにすっか。よし、帰ってきた。めっちゃ笑ってるやん。何がそんな面白いことあった？じゃ、無夫婦なことしようぜ。よし。外へする？どうだい？やろうぜ、もう。もう二日もやってねえぞ。いい加減俺らもパンパンだぜ、お前。中入ろうぜ。お。はい。移動する。カトリーナ、移動できないのか？座るか、とりあえず。テレビ見てえわ、つって。あ、でもバテてるな。寝ささなあかんか。そんなにも？2時間で終わるか。じゃあ、ホジロ寝ろよ、もう。寝たらいいよ、もう。寝な。はい。カトリーナ。あなたも寝なさい、もう。娯楽が必要。何やろ、娯楽。セックスでいいんじゃねえの？セックスって言ったらあかんのかな、YouTube って。まあいいでしょう。よし。なんで外出ていくの？どうしたん？なんで？何してんだよ、お前。なんで寝ねえんだよ。行け。中が出るわ。何こいつ。どうした？こいつどうしたんだよ。ロマンチックにしなきゃいけんの？娯楽は必要。楽しさ不足ってなんだよ。なんか見るや、じゃあ。はい。テレビでいいじゃろ。はい。恋愛。はい。コメディーじゃんか、はい。と、めっちゃ笑ってる。よし、陽気になった。オッケー、陽気になった。よし、娯楽はこれでいいんだ。よしよし。ホジローよりも、こいつに、
フォーコスしかねえのか。ダメか。え、めっちゃ怒ってんやけど、何急に怒り出した。あ、寝た。なんで怒ったの？ドゥンドゥンドゥドゥドゥ。オッケー、寝たら治ったこいつ。すげえな、寝たら忘れるタイプやな。単純やな。単純やな、こいつ。よし、無法なことしようね。よしよし、いっちゃつこう。怒ってる。おい、めっちゃ怒ってやんけ。なんで怒ってんねん、お前。こら、お前。何してん、ちょ、怒った。片付けろ、お前、こら。ゴミ、捨てる。な、普通だった。ちょ、普通になったけどもやな。何をそんなお前、機嫌が悪いことあるかな。ちょっと待って。違うね。イチャイチャしたいね、俺は。マッサージしてあげようか。どうだ？いいよ。お、いいやつじゃねえか。よしよしよし。さらなる選択肢。恋愛。キスしようぜ。はい。あ、寝ちゃった。寝ちゃったわー。くそ、平凡だの。何も起こんねえ。お前、無夫婦なこともできねえじゃねえかよ。かぁ、こうなりゃ。こいつは誰だ？おばちゃんか、誰や？ババアか？ほら、待て。君は誰だ？君は誰だ？誰だよ、この人。幸せらしいぞ。なんか幸せらしいけど。男か。興味ねえな。そう。女いねえのかよ。ニバハナウフリン。よし。フィーピン。もうまあいいや、帰れ。いらねえ、マッシュ。よし。交流してんの、これ。交流10回しろって言ってんだよ。あなたの子供と10回交流する。合計2時間子供に本を読んであげる。なんで本読んであげるって。こんなの本で読んだってわかんないでしょ。あんのかな？どうすんだ？本を読むのがあんの？シムを見せびらかす。年を取る。保育士を雇う。年取れんのか？え、年取るとかできんの？これ。え、年を取るって選択できんの？キャベツ太郎の年齢が。マジか、すげえな。何？願望抱くにはまだ、すぎます。はい。なんでもいいわ。やった！でかなった！いきなり！そんなにも？よしよし、歩き出した。よしよしよし。綺麗にしようね。よし、とりあえず綺麗にしよう。おー、歩いてる。歩いてるやん。キャベツ太郎歩き出した。やるやん。キャベツ太郎、お母ちゃんは寝てる前にキャベツ太郎、大きなったで。オムラーじゃねえって。キャベツ太郎が、誘惑的になって、あ、じゃあ二人目作るか。よし。よし、二人目ね。誘惑的になる。誘惑的になろうぜ、子供の前で。おー、びっくりして、お前、急にでかくなったな、この小僧。よしよし。どうした？移動スキル覚えた。キャベツ太郎、お前、そこでと、機関車トーマスでも見とけ。お母ちゃん今ムラムラしてるから。また？ちょ、見ろ。キャベツ太郎。キャベツ太郎動くんかな？キャベツ太郎選べ、選択できるようになってる。こいつ動くぞ。よし、こっち行け。キャベツ太郎行け。
お前がかよ。キャベツ太郎にそこ座らせたかったの。キャベツ太郎行かねえのこれ。なんだ？ソードスキルしてほしい。なんか知らないの覚えたな。行け。いたいた、よしよしよし、動いてるぞ。おっしゃい、ナイス。怒ってるよ。お、すげえ。立った。ずずずずずこいつ、よしよしよし。ちょ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 、どうしたどうした。何、服装とかそうなんじゃねえのかよ。あ、じゃキャベツ太郎に帰って、よし。はい、パパ。おしゃべりしようぜ。めっちゃ喋ってくよ、最初から。とりあえず、お母ちゃん寝かせよう。バテてるから。よし、お母ちゃん、寝な。お母ちゃん、寝なさい、もう。よし、寝ろ。寝る。眠る。よし、寝てください。キャベツ太郎育てよう。でかなったな。髪の毛ドレッドやないか。キャベツ太郎に変えて、よしよし。何する？うろうろする。おむつを使う。一人でおしゃべりする。しゃべろ。おっぱいや。おっぱいや。よしよし、パパ来たぞ。よしよしよし。よし、乗ってるやん。ノリノリやん。おしゃべりしようぜ。よしよし。絵本読んでもらおう。絵本読んでもらおう。10回ぐらい読んでもらうとかなかったろ。これで10金か。めちゃくちゃ喋っとるな。キャベツ太郎に本読まなあかんかったりするんだ。喋。褒める。褒めてやろう。よしよし。キャベツ太郎。これなんかあんだよ、これいろいろ。合計2時間子供に本を読んであげると交流する。I'm a foreigner. 読んでるよ。お、読んでる読んでる。出社運勢。出社運勢。出社運勢。マゴーボー。おう。ラストマデル。よし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 。ウナビポンシール。ノフルーピーファビース。オッケー、2回読むんだろ。はい。読め。よしよしよし、オッケー。よし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 。いろいろ出てるぞ。よし。よし。はい。キャベツ太郎怒ってる。寝ろ。キャベツ太郎寝ろ。こっちだよ。そこにいる。よし、寝ろ。キャベツ太郎。寝ろって。入れ替わった。キャベツ太郎そこに出たわ。ボス、はい。連れてけ。お、なんかさ、おむつし、どうすんだよ、これ。どうしよう、押せよ。おむつ変える。やべ。ちょっと。ちょ、やれって。こいつを。ちょっと、ややこしい。あー、倒れたー。徹夜しちゃった。すげえな、こいつ。おのおの余計、いろんなことしよる。おのおのいろんなことやりすぎ。ちょっと、お前ら、人数増えると大変だぜ。寝かせろ。カリエンテ、寝かせなさい。こいつ、ちょっと待って。おちびっこ。違うって。ちょ、お前ら邪魔やって。ちょ、ベッドに入れよう。ベッドに入れろ。寝かせろ。なんで？
じゃ、入れろって。寝かせろって、お前。もういいから。入れさせろって、こいつ寝ねえもん。寝ないよ、このガキ。そうそうそう。抜かして。キャベツ太郎も自分で寝れ、じゃあもう。お腹も減っ、え、何これ、貪欲。あ、お腹すかしてんの。ちょちょ、ややこしいな。ちょちょ、なんか鳴ってるし、ここほんで。ちょっとちょっともういろいろある。やべえ、なんか鳴ってんだよ。これ何がどうなってんだよ。冷蔵庫はダメなの？これ修理とかどうすんだよ。修理する。OK。はい。んで、おめえだよ。ちょっとお前らやべえ。な、お知らせボードで知らねえよ、もう、そんなの。ちょ、もう寝ろって。もう寝てろ、じゃあ。はい。帰ろ。ちょちょ、ややこしい。もう人来たらややこしいから。大変だわ。おむつ替えよ。おむつ替えろ、早く。ちょ、おむつ替えて。これはもう、どうしたこれ。よし。誘惑的になっとるし、このガキ寝ねえし。その無理だろ。やべ。お前ちょっとおむつ替えろって。よし、行け。やれ。うわぁ、やべぇなぁ。全然進まねえぞ、これ。大変だなぁ、ほんと、こいつら。大変だわ。子供大変だわ。さらなる選択肢。お腹が空いてます。やったらいいよ。え、飯を食わせるねえぞ。食べ物あげて。ベビーチェアが必要で、え、そうな、そういうこと、ベビーチェアとかいいの。小次郎起きろ。え、あ、トイレやってる。何してんだよ、お前。トイレの水で遊んでた、こいつ。おーい、お前。ええ加減にせって。起きろ。ちょっと待って。座ろ。起きろって、ほじろ。起きろって。え、起きねえ、ほじろ起きねえもん。寝坊しやがった。うわぁ、もうむちゃくちゃや、この家。子供で歩いてるし、うんちばらしてるし、どっか行くぞ、これ。あはは。あそこで寝てる。やべえ、これ。これやべえぞ。これやべえ。やべえことになる。この家庭はやばい。ほったらかしすぎや。赤いでちゃんと。やるやん。はい。はい。とりあえず。お前に、食べさせろ。はい。食べ物あげる。はい。食え。ほじろ仕事行かなきゃダメでしょ、あんた。よしよしよし。どうしたんだ？よし、これでいける。ちょ、こいつおむつ替えなきゃいけねえんだよ。はい。どうしたらいいんだ？ちょ、お風呂入れていいんだよ。バスタブ？バスタ、あ、そういうことか。もういろいろいるなぁ。よっしゃ、バスタブできた。これで、お風呂入れよう。行け。寝た。はい、お風呂行って。はい、お風呂行って。
ちょ、こいつなんだよ。子供の世話。おむつ替えよう。やらねえの、お前。お前、おかんとして失格だな。ドロドロやと、こいつ。なんでやんねえの？はい。やらねえもの、こいつ。どうした、どうした？死んだ。倒れてる。ちょちょ、これいつ風呂入れるやって。あ、風呂入ろう。どうしたんだ。よし、起こそう。はい。あー、ちょっと。エネルギー不足、ちょっと。あれ、ガキどこ行った？外出て行った。ちょっと、ホジローに任せよう。ホジロー。ちょ、大変だよ。大変、大変。ほんと大変だよ。大変だわ。いろいろ大変だぜ。ちょ、カリエンテは寝ろ。寝る。寝たらいいよ。よしよし。こいつ汚ねえわ。こいつすげえ汚ねえ。ほんと。野良猫以上生きたねえわ。野良犬、野良猫以下やな、こいつ。ちょ、もう、起きろ。あっち行け。ちょ、ほじろに変わろう。よしよし。これいらねえ。ちょ、ガキこれいらねえわ。お父さん。あんたの息子、ここにいて、寝てますよ。ほんと、法人にも、ほどがあるだろ、お前、どう考えても。風呂入れろ。お世話。お風呂に入れよう。はい。ホジロー行け。風呂だよ。風呂。そう。やるね。やっぱ、ホジローでないとダメだな。ホジローでないとダメだよ。おかん全然ダメだわ。いいね。ホジローめちゃめちゃええやん。よし、いいぞ。よし、オッケー。で、ちょっとこことかも。おい、ちょっと寝かせろって。まずこいつ寝かせろ。こいつを、寝かせろって。さらなる選択肢、寝かせる。ベッドに入れる。いけ。入れろ。それベッドじゃねえぞ、それ。椅子だぜ。なんだよ、これ。すげえ汚ねえわ。ゴミ捨てる。はい。なんだよ、ゴミ捨てろ。はい。よし、行け。ゴミ捨てに行け、ホジローさん。じゃもうそいつは寝かせろ。もう、キャベツ太郎、ここに寄せ。そうそう、それ捨てて、キャベツ太郎をベッドに寝かせろ。やれ。やれ、早く。ほら、そうなる。ちょっとキャベツ太郎を寝かせて。ベッドに入れろって。よしよし。ここだよ。寝かしつける。そうしよう。行け。もうカトリーナでは無理だから。おい、言うこと聞かねえな、このガキ。ちょ、これ。ちょ、寝かしつけろって。おかんはもう無理だ。もうダメだよ、子育てで終わるぞ、これ。子育てで終わっちゃうよ、今日。横に連れてけって。じゃ、仕事行くぞ、よし。なんで行かねえんだよ、カトリーナ仕事行ったけど。あれ、ホジロも行った。うわあ、保育士やと、デイケアに送ろう。あら、もう難しいですね。子育てって大変ですね。はい。というわけでね、本日で、
ウォンの音が鳴ってますけども。シームズ4、1週間。7日、1週間で7日間やってみる動画。はい。ございました。まあ、この家族はこの先どうなっていくのか。それは私もわかりません。というわけで、7日間やってみるシリーズ。2020年2月のフリーゲーム。フリープレイ。ザ・シムズ4でございました。この家族は、これから先もうまくやっていけるのかね。すげえ不適された顔しているな、二人とも。はい。というわけで、パテモス協会でございました。また3月お会いいたしましょう。